チャールズ・スプレーグ・サージェントチャールズ・スプレーグ・サージェントはアメリカ合衆国の植物学者である。1872年からハーバード大学のアーノルド・樹木園の初代園長を務めた。ボストンの裕福な商人、銀行家の家の次男に生まれ、マサチューセッツ州ブルックラインの父親の広大な屋敷で育った。ハーバード・カレッジで生物学を学び、 1862年に卒業した。南北戦争に出生し、ルイジアナで働いた後、3年間ヨーロッパを旅した。帰国後ブルック人の屋敷で暮らし、いとこの園芸家で造園家のヘンリー・ウィンスロップ、サージェントやアマチュア園芸家のハネウェルの影響を受け、屋敷の庭園を自然を再現した庭園に整備した。1872年に、ハーバード大学が樹木園の設立を決めると、 ハーバード大学のバッシー研究所の園芸学の教授、パークマンの推薦で、その年の末、初代の園長に任じられ、その職を生涯続けることになった。ボストンの当時の上流階級の社交的な活動は、ほとんど行わず、アーノルド樹木園の仕事に集中した。園芸業者、オルムステッドブラザースのフレデリック・オルムステッドと、通路のレイアウトや植栽する植物の剪定などの、 計画を作り上げ実行した。樹木学者として経験を積み多くの著作を行い、キャッツキル産地やアディロンダック産地などのアメリカ合衆国の自然林の保全に影響を与えた。1880年代に建築資材や新炭の資源として森林の資源の消費が問題となり、農務省の依頼で森林資源の調査を行いこの調査には、ワトソン、プリングル、 モールらの植物学者が協力し、多くの資料が集められ、1884年にサージェントによって報告書が作られた。1895年から大統領、グロバー・クリーブランドの下で、アメリカ森林委員会の委員を務め、2100万エーカーの国立保全林を作った。保全林については、林学者の技法ドピン賞が、 林業資源を利用しながら保全することを主張したのに、対して自然林のまま保全することを主張し、論争を行った。1879年からハーバード大学の樹木学の教授となり、1880年にアメリカ自然史博物館のジェシップコレクション・オブ・ノース、アメリカン・ウッズを計画した。1888年から週刊園芸雑誌、ガーデンフォレストの編集者、 ジェイラルマネージャーとなった。1896年に王立園芸協会の B1 記念メダルを受賞した。サーグは植物の学名で命名者を示す場合にチャールズ・スプレーグ・サージェントを示すのに使われる。ありがとうございます。